手作りウクレレキット綺麗にくっつきましたね。ここのボンドで留めた。今日ね、本当だったらもうこの後色塗っちゃえばいいんですけども、ちょっとここがガタガタしているから、ですがね、ちょっと浮くんですがね、隙間ここにね、ここにね隙間ができちゃう。ハンドペーパーで削る工程を今日はやります。以上、これつくねえから、どうなんだろうね、ここら辺が怖いな、怖いなこれ力入れマジかここでやるということで、汚さないようにいろいろ気を使いながら、今ラジオ沖縄のとあるところでやっております。どこかはセキュリティ上の秘密でございます。あ、でも割と飛んでるな、大丈夫かな、後でちゃんと掃除しますんで、ね、麺の板が半分ぐらいの厚さになりますな。ちょっとやろうかね、そうしましょう。こっち側の出っ張ってるネックがちょっと出っ張ってるとこだけをとりあえず削ります。今もちろんこれあれだよね、仕事の一環だよね。どうなのかというところも、すげえ浴衣でやるもんじゃないね。これで良いでしょう、良いということにしましょう。こういうのをうまいこと解釈しないとお部屋を汚しましたということでね。いいね、と粉が飛んだ。よし、続いて色を塗っちゃうから、ちょっとね1枚だけだと不安だから、ダイソーで買いました。屋内用木部工作用水性ニス。この工程をずっと一人で喋っても寂しいもんだけど、うん、100円で買えちゃうってのは時代だね。ああ、結構変な色だ。大丈夫、なんで俺は浴衣を着てるんだろうかな、わかりません、なんかちょっとですけど、塗る順番とかなんかあった気がするけども、気にせずいきましょう。薄く思った色じゃない、大丈夫かしら。的にあれだな、3度かけた方が良かったな。中に垂れてる、うん、中垂れてるちょっとね、かっこ悪くなっちゃって出てきておりますが、何でしょう。今で、これをどっかに引っ掛けたいね。10分後、1回目塗ったのがざっくり乾いたかな、ちょっとまだしっとりしてますけども、まあ、時間の都合上、これを一旦ね置いて、このサンドペーパー、先ほどのサンドペーパーは私が別で買ってたやつですけども、付属のサンドペーパー、ウクレレキットに付属のサンドペーパーが結構あるんだ、400のサンドペーパーは3枚ぐらいあるのかな。洗おうとしたけど、なかなか落ち、作ったからいけるようになるかな、楽だからやろうかね。さあ、もう早速しておりますか、塗っていきますよ。結構細かい粉が落ちる。うわ、いい浴衣を着てやってるのが大体の間違いでございますが、テレテレレレレレ、見えますでしょうかね、見えると思います。よし、やっちゃったぞ。切なくなるね。